さあ今始まりました10分一本勝負です。ボブスタインのローキック、それに合わせてパンチ。いやでも威圧感ありますね。そうですね、まだスタインズの方はパンチは出していません。このローキックです。そうですね、今まで最初にパンチから入るパターンが多かったんですけども。そうですね、珍しく、イアン・フリーマン自分の右に回りながらこのローキックを受けてからパンチ、はいですね、今は。さあパンチいきました。さあ組みついていく、そのカウンターローに合わせてのカウンターパンチもうまく当たればやっぱり倒れる可能性もあるんで、うわ素晴らしいパンチ、スピードあります。いやしかしスタインズのパンチ決まっている。エロッポ選手の方は打撃はスタインズ選手の方が有利かなと思ったんですけど、やっぱり途中からフリーマン選手の方が持ち返したって感じですね。そうですね、はい、今もいい膝も入れていましたフリーマン、見えています。綺麗に倒していった、まあ、スタインズの体を浮き上がらせるようにしましたフリーマン、下から三角を狙ってきました。ポジション入れ替わっています。だから多分お互い打撃で倒そうと思ってると思うんで、だからそれだけやっぱり入られた、逆に倒れない場合があるんですね。あなるほど、だからなんか普通トップアウトっていうのはなんか意外にあれっていうような感じのがノックアウトにつながったりとかって、あ今アッパー入りましたね、結構そのストレート系だけじゃないんですね。そうですね、ちょうどタックに入ろうとしてるのかわかんないですけど、こうかがんだところに下からうまくアッパーが入りましたね、かなりスタインズこの打撃のテクニックも打ち分けることできているようです。あこれも左のアッパー、左のフックフリーマン距離を取ります、まあ、これだけ上取りますからね、一発で倒れる可能性十分ですよね。そうですね、はい、